メグロレン、渡辺翔太ラウールが東京ディズニーランドで大はしゃぎ、メメなべらうかわいすぎるの声殺到。3人並んで頭に両手を添えミッキーポーズ8月11日に放送された、それスノーマンにやらせてください2時間半スペシャルのオフショットとして、メグロレン、渡辺翔太ラウールの写真と動画が番組公式インスタグラムに公開された。 東京ディズニーランド内のトゥーンタウンで撮影された写真は3人並んで頭に両手を添えミッキーポーズをしたりジムの前でマッスルポーズをしたり檻に入ったりとパークを楽しむ姿が収められている。また動画では花火工場の前で思いっきり手を振るメグロや起爆装置を手押しするラウールキャストのようにコミカルなポーズを取る渡辺の姿がファンからは めめなべらうかわいすぎる。の声が殺到している。